お元気ですか？僕趣味です。今回は BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2020の開封動画、これでね4回目でございます。これはね今から3年前のねボックスでございまして、もうねさっき言いましたけど4回目なんで、今回はノーマルカードはね省きまして、キラカード、こうやってね CR ナンバーカード、直筆サインカードのみね紹介したいと思います。こちらもね、ワンボックス20パック入り、ワンパック6枚でございますので、前編後編10パックずつやっていきたいと思っております。はい、10パックずつ分けました。こちらはね前編の10パックです。残りの10パックは後編にやりたいと思います。それではね早速やりたいと思います。まずはね前編の1パック開けたいと思います。こちらね武田勝投手コーチでございます。今回はねノーマルカードはねあえてもう置きません。でホールドオンですね、クモン勝彦投手でございます。現在はね西武ライオンズに在籍しております。続いて2パックでございます。これ宮西選手のねカードでございます。この袋目でございます。失礼しました。でワンボーロン選手のねこちら金箔サインカード付きでございます。こちらが100分の34となっております。4袋目でございます。で小笠原道弘ヘッド兼打撃コーチのカードでございます。現在はねジャイアンツのコーチでございます。5袋目でございます。で宮西選手のカードでございます。
6袋目でございます。少々お待ちください。石川春樹外野手のカードでございます。現在はね、楽天に在籍しております。7袋目でございます。8袋目でございます。はい、ございます。9袋目でございます。西川春樹選手のカードでございます。はい、前編ラストの10袋目でございます。太田大志外野手のカードでございます。現在はね、横浜に在籍しております。はい、以上でございます。以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2020の開封動画4回目の前編を終わりたいと思います。後編もね、やりますので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。